ジョリオン・カーライル・パーマーは、イギリス・ウェスト・サセックス州、ホーシャム出身のレーシングドライバー。2014年の GP にシリーズチャンピオンであり、父は元 F1 ドライバーのジョナサン・パーマー。2004年にミニマックスカートで腕を磨いた後、2005年からは、ティーカーズ選手権のオータムトロフィーシリーズに参戦する。ティーカーズ選手権は、14歳から17歳までのアマチュアレーサーをメインとする。 レーシングシリーズである。首位のエイドリアンプアイフホップスから46ポイント差の総合5位で終える。翌年はティーカーズ選手権の本戦に参加し、ポールポジション1回、表彰台圏内4回を記録する。この年のタイトルを獲得したルチアーノ・バシタから69ポイント差となる総合5位に入る。シーズン終了後は2年目のオータムトロフィーシリーズに参戦し、 全6戦中4回の優勝を果たしタイトルを獲得する。2007年シーズンも2レースに出場しどちらも優勝を果たしていたが、フォーミュラパーマーアウディへの参戦に専念するため、離脱することになった。2007年、パーマーは9年前に、父ジョナさんが設立したフォーミュラパーマーアウディに参戦する。デビューレースは12位でフィニッシュする。第9戦ブランズハッチの第1レースでは、 ポールポジションを獲得。決勝レースでも、首位をキープし初優勝を果たす。シーズン終盤にパーマーは、ウェストサセックス州の自宅付近で、クワットバイクを運転中に事故を起こし腹部に怪我を負ってしまう。そのため残りのレースを欠場することになってしまった。最終的には、優勝2回、表彰台圏内4回ポールポジション2回を記録し、総合10位で終える。 2008年のシーズン開幕前には、事故の怪我は回復し、2年目に挑んだ。優勝回数こそ、昨年を下回る1回だけだったが、表彰台圏内でのフィニッシュは11回と上位に食い込む走りを見せる。総合順位は3位となり躍進した。シーズン終了後のオータムトロフィーとショットアウトでも、それぞれ総合3位となる。2009年は、 モータースポーツビジョンから25年ぶりに名称が復活した F2 選手権へ参戦することになった。カーナンバーは3。シーズンでの最高成績は第7戦イモーララウンドの第2レースで記録した6位。総合順位は21位だった。翌年の開幕戦第1レースではいきなりハットトリックを達成。続く第2レースでも2位に入り絶好のスタートを切る。 イギリス人における F2 での優勝は当時ヨーロッパ F2 選手権だった1983年の最終戦で父ジョナサンが達成して以来27年ぶりの優勝となった。シーズンを通じてディーンストーンマンと共にタイトル争いを繰り広げたが42ポイント差で惜しくもタイトル獲得はならなかった。2011年は一度第4戦にエントリーするが 出走はしなかった。2011年パーマーは新たにアーデイインターナショナルから GP2 シリーズへの参戦を決定した。チームメイトは前年スーパーのバレーシングから出走したヨセフ・クラール。開幕戦イスタンブールパークラウンドの第2レース、第4戦バレンシアストリートラウンドの第1レースにおいて入賞まであと一歩となる9位でフィニッシュする走りを見せた。 最終戦終了後に行われたノンチャンピオンシップラウンドではブロワーダックスから出走し第1レースで3位第2レースでは4位となる好成績を叩き出した2012年2年目はアイスポーツインターナショナルから参戦することとなるチームメイトはマーカス・エリクソン シーズン前半は電気系トラブルに泣かされなかなか入賞圏内でフィニッシュすることもできない展開となった。調子を取り戻したのは第5戦モナコラウンドだった。第1レースで6位入賞。第2レースでは GP に本戦初優勝を果たした。その後、第7戦シルバーストンラウンド第1レースと第11戦モンツァラウンドの第2レースでそれぞれ3位表彰台を獲得する。 2013年2013年はカーリンモータースポーツへ移籍する。チームメイトは2011年のイギリス F3 チャンピオンであるフェリペナスル。この年は昨年以上の高成績を上げたシーズンだった。第2戦バーレーンラウンドと第3戦カタロニアラウンドでは共に第1レースと第2レースで連続入賞を果たした。第7戦ハンガロリンクのラウンド第1レースでは キャリア2回目優勝を遂げる。第10戦、マリーナベイラウンドの第1レースでは、ハットトリックも達成した。総合順位は、昨年の11位から7位へ、ジャンプアップした。2014年4年目となる2014年は、ダムズから出走した。シーズンを通じ、入賞圏外でのフィニッシュはわずか2回と、コンスタントにポイントを積み重ねた。 第3戦モナコラウンドの第1レースでは2度目のハットトリックを達成している。優勝4回、表彰台圏内12回の大躍進を果たし、2位のストフェル・バンドーンに47ポイント差をつけ、GP にタイトルを獲得した。テストドライバーとして2014年11月25日、フォース・インディアからシーズン終了後に、ヤスマリーナ・サーキットで行われるテスト走行に起用された。 当日のテストではエンジントラブルや技術的なトラブルが発生しなかなか走れない状態が続いた。しかしテスト終盤には3番手タイムをマークする。その後0.004秒差でニコロズベルグに抜かれたものの4位のタイムでテスト走行を終える。翌年の2015年1月20日にはロータス F1 チームよりテストドライバー兼リザーブドライバーとして契約した。 ことを発表する。レギュラードライバーであるパストール・マルドなどとロマン・グロージャンもそれぞれ2010年と2011年に g p にでタイトルを獲得した経験がある。開幕前にカタロニア・サーキットを行われたバルセロナ合同テストでステアリングを握り、ロータスでの初走行を行った。開幕後はシーズンを通じて13回フリー走行に参加している。ロータス。 ルノー2015年10月23日、ハース F1 チームへの移籍が決定した、ロマングロージャンの公認として、レギュラードライバーに昇格したことをチームは、正式に発表した。2015年12月4日、ロータス F1 チームはルノーによる買収が確定する。そのため2016年シーズンからは、ルノーのワークスチームとして活動することになる。 マレーシア GP で10位初入賞を果たしたが、入賞はこの1回のみであった。2017年もルノーに残留するが、この年も苦戦が続き、シンガポール GP 直前にルノーは来シーズンパーマーに代わってカルロス・サインツの獲得を発表。パーマーは来シーズンルノーのシートを失うことが確定してしまう。直後のシンガポール GP で6位に入り、シーズン初入賞を果たしたが、 日本 GP を最後にチームを離脱。サインツの加入が予定より早まることとなった。2018年は BBC の F1 解説チームに加入し、ラジオ放送の解説者のほか、BBC 公式サイトにコラムを寄稿する GP にアジアシリーズ。ありがとうございます。